はい、バネの釣り合い。はい、バネに重りを吊るすとバネは伸び、重りは下がりますが、そりゃそうですね。はい、バネがある程度伸びたところで重りは止まります。うん、これは重りの力によるんですけどね、重りが持つ重さの力ね、重さのことなんですけども、はい、重りは止まります。はい、図23のようにね。はい、この時重りには、はい、地球が重りを引く力、まあ、重力という言い方もできますけどね、と、まあ、イコール下向きの力が、釣り合っている、ね、と、バネが、元に戻ろうとして重りを引く力、まあ、これは上向きの力ですね、うん、そりゃそうですね、重さは下向きの力、ね、で、戻ろうとするのは上の力ですね、が釣り合っている状態、うん、だから静止、物体が止まっているわけですね、この重りが。さっきも言いましたよね、板と弁を使って、ね、止まっている状態っていうのは釣り合ってるってことなんです、ね、落ちようとする力、まあ、つまりね、地球が引っ張る力ですね、まあ、これはつまり重さ、下向きの力と、はい、上から上、下から上に支えようとする力が釣り合ってるということなんですね。はい、そういうことですね、書いてますね。この下向きと上向きの力の大きさがちょうど同じになったとき、重りは止まり釣り合いますってことなんですね。はい。